高崎达之助这个名字基本上都是在说到 LT 贸易时被提到，日本的历史老师上课时也只是说一下他的名字。1962年，高崎带了22家日本企业的42人到北京访问，11月9号签订中日综合贸易。因为签字人是高崎达之助和廖承志，取他们名字的首字母，廖承志的名字首字母 L， 高崎 Takasaki 的 T， 所以也被称为 LT 贸易。除此之外就没有其他的介绍了，所以很少有人知道日本的罐头壳生产线是他第一个从美国引进的，把罐头壳和做罐头拆分，创立第一家罐头壳制造厂的也是他，那一年是1917年。在那之前，日本人手工敲铁皮做罐头壳，一天出100个，用上机器后1分钟120个。他喜欢动物，养过鳄鱼、海龟、鸵鸟，1935年还首次实现人工孵化鸵鸟。他去选众议员的时候70岁，不仅选上了，还干了4届。日本战败后搞经济复兴，首先要解决电力供应问题，做了3个水坝的计划案，请他去做首任总裁具体落实。其中有一个玉母一水坝，在建设中呢，发现有2棵樱树，树龄超过450年，肯定会被水淹没。移植的话，从技术上来说没有过先例，植物学家说这太难了，移动距离1公里，根部100米，各种切切切，最后也会有40吨，花多少钱不说，折腾下来能不能活还是一个问题。高崎说，不能以发展之名破坏古旧之物，安排。千辛万苦的挪完后的第一个春天，樱花没有开，也没有什么反应，都以为到底还是把树给挪死了。然后不知什么时候开始，树上有了嫩芽。40年过去，花期一到，美得不得了。还有皇居的二重桥，是游客到东京必打卡的地点。皇居周边护城河上的天鹅也是皇居的意境，之所以有天鹅，是高崎达之助上书申请下来的，可以说他是日本人都不太知道的日本人。高崎达之助一生的精彩都不如他为中日友好做出的贡献更加广为人知。1964年2月24日，养了很多年的大海龟死掉的第二天，老先生去世了，享年79岁。当地人都说他像神话故事里说的那样，骑着海龟去龙宫了。二階堂さんが若い世代の代表で挨拶されるということでしたので、じゃあ私は中年を代表してですね、少し一言スピーチさせていただければと思いますが、まあ高崎辰之助の関係でご紹介いただきましたので、まあ高崎辰之助は第2代の満州重工の総裁ということで、まあその後日本に帰国後ですね、まあ通産大臣、家議長長官、経機長長官をまあ歴任し、1962年にですね、まあ、この日中国交正常化回復の前段となる日中 LT 貿易を中国で調印したわけでございます。その時の関係資料がですね、実は残っておりまして、それは今兵庫県の宝塚市にある高崎辰之助記念館に展示されているわけでございます。もしご関心ある方いればですね、ご連絡いただければ見学できるように手配させていただきたいと思いますし、中国の外交官の方々、私も何人かご案内させていただきましたけれども、とても関心を持ってですね、見学している姿がとても印象に残っているところでございます。日中関係、私は衆議院になって今4期12年目になりますけれども、私議員になってからは日中関係、正直言ってずっと逆風の時代が続いているなというふうに感じているところです。しかも私はですね、まあ橋本さんや福田総理と違って選挙弱いもんですから、世論をすごく気にしながら活動しなきゃ、江崎先生忘れてました、江崎先生のようにですね、選挙強くないもんですからですね、世論を気にしながらやってるわけですが、まあ日中関係頑張ってるんだというとですね、まあ正直言って特に SNS ではもう袋叩きに合うんですけれども、それでも私は自分の役割があると思ってですね、これはどういう状態、どういう関係になっても隣国同士これは引っ越せませんから、対話の窓口だけはね、絶対に作らなきゃいけない、維持しなきゃいけないという思いで、まあ落選するまでは続けていこうというふうに思っております。そうしたところですね、2017年に、まあ、帝大衆の時代にですね、
少しシンボルとなるような文化交流事業を日本でやろうじゃないかというお話がありまして、まあ、福田総理にご指導いただいてですね、チャイナフェスティバルというのを新たに立ち上げて、まあ、年間というかその2日間の事業ですけれども、10万人以上の規模で日中の文化交流を毎年まあ開催してまいりました。今年も9月の9日10日に2日間もう福田総理に旗を振っていただき、そして呉大使宇大使に実行委員長になっていただいてですね、私事務総長ということで事務の取りまとめを行って開催させていただき、成功裏に終えることができました。いろいろあるんですけれども、違いを言うのは簡単ですよね。それから勇ましいことを言うのは気持ちいいですよ。でもその違いを言うよりも合意点を何とか見つけ出して、そして一つにまとまっていくということが胆力や能力のいることじゃないかと。そうですね、先生ありがとうございます。そういう思いでやっていきたいというふうに思っておりますので、福田総理にも引き続きこれからもずっと元気でいただいてですね、ご活躍をいただきたいと思います。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。下一集、小岛康裕、新疆是个好地方。